が聞こえるのがいいな。パークに入んなくてもパーク感味わえるね。ピクニックエリアもソーシャルディスタンスをちゃんと保っているみたいです。とはいえ平日のこの時間ガラガラですね。安心してご飯食べれそうです。いただきます。おいしい。中にはアボカドとクリームチーズも入ってます。白ワイン欲しくなる。お、ピンク新型。やっぱピクニックエリアのいいところとしてはこうやってパーク内みたいな音楽が流れているところ、ちょっとパーク気分を味わえるっていうところと、どれだけエントランスがリニューアルされようともこの昔のままの感じがピクニックエリアのいいところかもしれないですね。すごい味のあるパラソルですよね。この流れでボンボヤージュ行くのもいいし、ディズニーストア行ってお買い物するのもいいですし、ディズニーホテル内のショップに行くのももちろんいいですし、パークに入らなくてもパーク気分を味わうことはできるので、皆さんもぜひやってみてください。まあ本当は入りたいけどね、チケットなかなか。4月は頑張ってチケット取ってみようと思います。新しいスーベニアメダルが出たので欲しかったんです。パーク内にもあとリゾラの他の駅にもいろんなスポーツのスーベニアメダルが用意されてるみたいで、全部欲しいなって思ってます。今日はこれだけにしようかな。来た。上手にまっすぐにできないんですよ。難しくないですかこれ。よー、かわいい。手ガサガサだな。As a result, it may take longer than waiting in line. Thank you for your understanding and cooperation. Tokyo Disney Resort の際は、別のグループの方と間隔を空けてお待ちください。This is a Tokyo Disney Resort announcement. Same day tickets for admission to Tokyo Disneyland.For Tokyo Disney Sea are currently not available for purchase.
Thank you.